はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、あけぼの橋にございますいきなりステーキさんにお邪魔しております。というのもですね、写真の言い方は分かると思うんですけど、こちらじゃん、こちらのお店でね、食べ放題をやっておりまして、普段僕動画の方では食べ放題を撮らないようにはしているんですけど、ありがたいことにオーナーさんの方からご連絡をいただきまして、今回ね食べに伺いました。一般の方でそのステーキとかハンバーグを 5.1 キロ食べた方がいらっしゃって、それ以上の食べきれますかってことでご連絡をいただいたので、これはもういかねばと思い、今回ね飛んできた次第でございます。でこれからねちょっと食べ放題の説明等がねお店の方からありますので、伺ってみたいと思います。失礼いたします。はい、食べ放題のルール表になっております。はい、時間が最初のステーキ届いてから70分間計測させていただきます。はい、開始から50分でラストオーダーとさせていただきますので、はい、時間内で食べきれる量をご注文お願いします。はい、提供が別皿交換制になりますので、食べ終わったお皿をこちらでお下げしてから新しいお肉をお持ちいたします。はい、注文はいつでも大丈夫ですので、はい、ステーキが届いたタイミングにご注文いただくと、その間に準備させていただきますので、はい、お待たせする時間かなり減ると思うのでご協力お願いします。かしこまりました。はい、ハンバーグと、はい、あとステーキの翌焼きですね、ちょっと時間がかかりますので、はい、それもちょっとご了承ください。はい、ワイルドステーキはメニューないんですけど 450g もご注文いただけます。はい、お肉一つにつきこちらのトッピング、お好きなものを一つお選びいただけます。はい、こちらのトッピングかトッピングなしでご注文お願いします。はい、まあ、食べ放題ではないんですけど、こちらのサイドメニューが料金内で1回ずつ注文できますので、はい、こちらもお好きなタイミングでお持ちしますのでお越しください。はい、ありがとうございます。ファーストオーダーが決まりでしたらお伺いいたします。はい、じゃあステーキの300で、ステーキ300で、はい、トッピングはとりあえず大丈夫です。確かに、はい、お願いします。サイドメニューは何かできますか？もう大丈夫です。確かに、はい、ファーストオーダーだけ少々お時間いただけますので、はい、こちらご覧になってお待ちください。はい、ありがとうございます。お願いします。さあ行くぞ。はい、お待ちどおさまです。はい、ファーストオーダーのステーキ300g、 ありがとうございます。お待ちいたしました。だから時間計測させていただきます。はい、はい、いいよ。では入れます。嬉しいね。うまい。うん。はい、じゃあ中の赤い部分をしっかり鉄板で焼いていただくと美味しくお召し上がりいただけます。はい。ありがとうございます。
800g のステーキで、はい、それからお持ちしたので、これ今、3皿目でございます。塩コショウ振るかな。あ、はい、ありがとうございます。そしたら4皿目でございます。うまそう、これうまそう、うまそう、何回見てもうまそう。今のところ 1.2 キロぐらいですね。いいペースでございます。こちら5皿目でございます。ちょっとね、これ1000ぐらいいただいたんで、このホッコステーキフォーク、これをちょっとつけてくれたね。何かな、ステーキフォーク、すごいさっぱりめ、食べやすい。うん。さて、ハンバーグでございます。ありがとうございます。はい、鉄板の温度はここまで熱かったり冷たかったりはないですか？あ、はい、それもちょうどいいです。ご希望あれば変更できますので、ご覧ください。ありがとうございます。ね、甘口のいきなりソース、これも、でもソースあるからアップにしよう。ステーキにかけるわ。そのまんまでもめちゃめちゃ美味しいわ。あと全然。さて、ありがとうございます。7皿目のステーキでございます。これはね、ちょっと気を使いたいの。いきなりソースの甘口、うん、めちゃめちゃうまいこれ、うん、またね、鉄板に入れることによってちょっと焦げ目がつくから香ばしさが増してね、これはいい。ハンバーグと大根おろし、はい、ありがとうございます。失礼いたします。今日で一応おろしの美味しい食べ方、温まらないようにして、ここにね、ちょっとずつ醤油とかバルサミコドレッシングをかけて、ちょっとずつね、つまみながら食べるのがベストだそうです。半分お醤油かけるか。半分お醤油と、熱い。こっちだ。
ら半分にはおすすめのこのバルサミコドレッシングを。個人的には醤油の食べ方よりバルサミコの方が好きです。さっぱりする。ステーキでございます。ちょっとね、塩とわさび絶対入ってないんだよね。今記念すべき10皿目でございます。こちらね、連続でまたハンバーグ食べましてきました。どうしようかな。すいません、ハンバーグでございます。はい、ありがとうございます。これマスタードを試したくて、これいきますとも。いきなりステーキさんの黒ウーロン茶をいただきました。これトッピングのソテーニンニクとか使ったら最高かもしれない。ただね、今気づいたんだよね。ラストオーダー12分後なんだけど、楽しみすぎてね、間に合わないわ、多分。まあ、今日はいっか。まあ、12皿目でございます。今回もね、また大根おろしを。醤油と、じゃあ続いて13枚目です。こちらもまたハンバーグですね。熱いこちらブルーチーズソースでございます。
チーズの臭みが結構弱くて、ほんのりタメがあるんだけど、かなり食べやすくなる。いいよ。はちょっと熱っ無用辛め、トッピングコーンですね。完全に楽しんでおります。15皿目のハンバーグでございます。これがソテーニンニクなんですけど、あ、でも大丈夫です。時間も取ってるんで、はい。全然もう全く滞りなんかなかったので、はい。じゃあこちらでラストオーダーの品ですね。450g のステーキとなっておりまして、これラストオーダーの、450g のステーキでございます。最後はね、塩コショウでそのままいただきたいかな。うまい。やっぱり最後に締めは、いきなりステーキさんなんだね。ステーキがうまい。はい、ということで食べ放題の方が終了いたしまして、パックね8皿ずつ、ハンバーグステーキ8皿ずつ注文したんですけど、普通のランチタイムの同じメニューを頼むとステーキ 300g で1390円で、ハンバーグだと 300g で1100円するみたいなんですね。なんでだいぶ僕はお得になりました。でもね、ほんと食べ放題だからといってお肉が普段と違うってこともないし、提供もね一切滞りがなく、最後まで楽しむことができました。皆さんもぜひ自分の好きなトッピングを見つけて楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。